Hey guys, it's Kana. ごきげんよう、皆さんからです。It's my birthday! 10月17日はカナの誕生日です。イエーイ!2日後のね、10月17日にお誕生日を迎えて、たーん !Sweet 2016 だね。うん。25年間生きてきたってことで、今回は25年間で学んだ25のこと、25 things I've learned in 25 years をみんなとシェアしていきたいと思います。アメリカでは特に25歳は人生の4分の1を過ごした25年間って言って結構ね節目の年でもあるからこの動画を作ることにしました。今回紹介する25個のことは全員の人にね当てはまるかどうかは分からないけど今よりもね若い時の自分にこう届けるメッセージとしてこの動画を作っていきたいと思うから、うん、よろしくお願いします。よかったらぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。OK では Let's get into the videoまずは自分のリミットを決めない。もちろんね、現状にもとても感謝しつつ、常にね、向上心を持って、こう、過去の自分より少しでもね、成長して最高の自分を更新していこう。相手にね、感謝の気持ちとか行為を伝えれるときに、積極的に伝えよう。意外とね、こういう気持ちって相手に言わないと伝わらないから、言えるときに伝えていこう。自分の人生を描こう。一人一人考えも違うし、幸せの形も違うと思うから、人と比べるんじゃなくて、自分が思う幸せな人生を描けたら素敵だなって思う。Treat yourself! 自分にご褒美あげようっていう意味で、定期的にね、こう頑張ってる自分にケーキとかアイスでもいいし、何でもいいから、自分自身にね、こうリラックスのタイムとか、頑張ったご褒美をあげると、また頑張ろうって思えるから、とっても大事。誰にでも悩みとか、辛い過去があるから、思いやりを持って行動しよう。これはね、今ハッピーに見えてる人とか、すごい、ああ、怒りん坊だなって思う人、誰にでもね、悩みとか、辛かった過去があるから、常にね、思いやりを持って行動できたらいいなって思います。メンタルヘルスは体の健康と同じぐらい大切。忙しいとね、メンタルヘルスとか心の状態って気づかないと思うんだけど、休むことはね、誰にでも必要だから、自分のね、心の健康状態も気を使ってほしいなって思う。常に夢や目標を持っていよう。夢や目標があると、本当に小さな目標でもいいから、それを達成することによって自己肯定感も上がって、こう、毎日がハッピーになるというか、自分のこともね、もっと好きになれるから、常にね、目標とか夢を持っていたいなって学んだ。ダイエットは自分の体型に合うゴールを見つけよう。高校生の時とか特にスレンダーイコール魅力的って思ってたんだけど、そんなことなくても本当にね、全ての体型の人が魅力的だから、自分磨きをするなら自分に合ったゴールを見つけることがとても大事だなって学んだ。髪の毛はプロに任せよう。プロに任せましょう。美容院に行ってください。行動力も大事だけど、下準備も大切。下準備とかリサーチをね、行動する前にちょっとだけでもすると、後から全然違って役に立つから、本当におすすめ。迷ったら自分がハッピーになる方を選択しよう。これはね、私が自分で考えた方法なんだけど、ご飯を食べる時とか、かな本当に決められない時があるのね。そういう時は、これを食べたらハッピーになれるなとか、このお洋服を今日着たらハッピーになれるなっていうね、そういう感じでね、物事を決めるとね、自然とハッピーな気持ちになるので、何かに迷ったらハッピーな方を選択してみてね。その時、その瞬間、その時間を大切にしよう。その瞬間を過ごしたり、フォーカスすることって、なかなかね、難しいことでもあるけど、誰かと過ごしてる時間って本当に大切な時間だと思うから、通知をオフにしたりとかね、携帯をバッグにしまったりとかすることって大切だしね、続けていきたいなって思う。時間や期限を守れば得しかしない。これ本当だから、もう最終日の夜11時半に頑張るとかはもうやめようかな。期限守ろう。相手をリスペクトしよう。年齢とか国籍とか何にも関係なく全人類の人にリスペクトを持って接することは本当に大切なことだと思うから、忘れないでいてほしいなって思う。助けを求めることは悪いことじゃない。これはね、行き詰まった時とか寂しいとか悲しい時は人に頼ったり相談することは悪いことじゃないから、何かあったらね、周りの食べれる人にね頼ってほしいなって思う。健康に気を使おう。もう食べないダイエットとか、こう寝ずにプロジェクト終わらせようとか、その時は気づかないけど、後々ね、体を崩して効率が悪くなったり、痛い目を見るのは自分だから、ちゃんとした食事、睡眠時間、エクササイズ、水をたくさん飲む、守って健康第一で過ごしていこう。自分の周りのコミュニティをサポートしよう。例えばね、 LGBTQ+ のコミュニティとか、人種的マイノリティの人たち、今行われているブラックライフスマターの運動をサポートしたりとかね、そういうコミュニティ
の当事者じゃなくても同盟者になることによってそういったコミュニティの人たちが本当に知ってほしいこととか歴史とかを学んで自分の周りの人にシェアすることによってもっとね素敵な世の中とか全ての人が生きやすい世の中になると思うから、これもね忘れずに続けていきたいなって思う。海外ではプラン A、B、C が必要。アメリカの話になるけど、結構ね立ててた予定がキャンセルとか先延ばしになることって本当に日常茶飯事なので臨機応変にねプラン A、B、C があるとストレスフリーに過ごせるよ。きっちり計画を立ててもどうしようもできない出来事は起きる。これはね本当に今年特にね実感したことだと思うんだけど、どうしようもできないことって起きるんだよね本当にね人生どうなるかわからないから、こう計画通りにいかなくてもそこまでねストレスを感じないで、たまにはね流れに身を任せていくことも大切だなって学びました日記を定期的に書こう。ストレス発散にもなるし、過去の自分をこう振り返って、あ、こんなに成長したなとか感じることもできるのでおすすめです。学び続けよう。常にねこう誰かから教わったり自分で学ぶことって大切だなって思います自分に合う場所は必ずどこかにある。特にね今自分が合わないって思ってる環境、学校でも職場でも合わないところがあっても、本当にね自分に合う自分自身でいられる場所は見つかるから、諦めないでどうかね希望を持ってねこう探して自分に合う居場所をね見つけてね。オリジナリティを愛そう。自分の人と違う場所って結構コンプレックスに思いがちだけど、それをこういう部分があるから自分なんだっていうことを認めて愛を持ってこう受け入れることで自分のことも好きになれるし、他の人にも愛を持って接せられると思うから、オリジナリティも受け入れて愛していこう。目いっぱい生きよう。やっぱり今って必ず終わりがあるから、自分が好きなこととか自分がやりたいことをやらなきゃ、次セカンドチャンスはもう二度とこのチャンスはないから、やりたいことがやれるときに、好きなことができるときにやって目いっぱい生きたら最高だなって思うし、続けていきたいって思う。 Do everything with love。愛を持って行動しよう。愛とかね、思いやりを持って行動すれば、そういう気持ちって伝染して広がっていくと思うし、ラブやね、思いやりで溢れる世界になったら、すごくすごくね、素敵だと思うしね。みんなもぜひ、Do everything with love! してみてね。こんな感じです。ここまで見てくれたみんな、ありがとう！ Thank you for watching! もしよかったらね、みんなが今までの人生で学んだこうメッセージというかね、こうあればコメント欄でシェアしてくれると嬉しいです。きっとね、この動画を見てくれてる人たちがコメント欄を見て、はあ、こういうこともあるんだなって、いろいろね、学べると思うし、すごく楽しそうだから、みんなぜひコメントしてくれると嬉しいな。それではね、皆さんケーキの方を食べたいと思うので、ハッピーバースデーソングをカナと一緒に歌ってくれると嬉しいです。イエーイ、いくよみんな、せーの、 Happy birthday to me、 Happy birthday to me、 Happy birthday dear、 Happy birthday to Kana。 いきます、 Oh my god、 Make a wish、 Make a wish、 Thank you。 みんなありがとう。ちなみに願い事はみんなのことを思って願いました。言っちゃいけないけどね。こちらのケーキはホールフーズで買いました。いただきます。とっても美味しいんだけど、多分これ切らないのかよってびっくりするでしょ。甘いものを食べてる時って本当に幸せ。あ、ちなみにこちらのバラも自分から自分へのプレゼントです。ちょっとあの曲流すわ。それでは今回見てくれたみんな、そして今年出会ってくれたみんな、そして何年も前から応援してくれてるチーム KKOG のみんな、みんな本当にありがとう。本当にね、みんながいるおかげで、このね、自粛期間ももちろんだし、アメリカ生活もだし、もう本当にカナの人生の一部となっていて、みんなのことがとても大好きなので、これからもよろしくお願いします。はい、それではまだの方は、ぜひチャンネル登録や、私の SNS、Instagram、そして TikTok のフォローもよろしくお願いします。カナの誕生日の願い。あと、高評価もしてくれると、たくさんの人にね、みんなの人生のアドバイスとか、まあ、カナのね、ちょっとしたメッセージが届くから、うん、してくれると嬉しいな。誕生日プレゼントとして、うん、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それではまたすぐにお会いいたしましょう。みんなにも素敵なことが起こるように祈っております。
以上からでした。チーム TK のみんな、 Love you Love you。 ハグ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 できない